さらにさらに皆と一緒に人間の意識を楽しむべく呪しを上げよう。それでは我らの愛の神様と共に家庭の正体いざ前進。わー
小田原の秀吉の恐れも全滅だ。徳川家康殿と交わした夢のため、もう一つの席が渡って白石長谷王将の戦を戦った。全ては民と共に生きるため、こうして祭りを楽しむためじゃ。我こそは仙台藩初代藩士伊達政宗であれ。Thank you.
末広がりに続くことを願うておるぞ。はっ、緑豊かなる森の都、わしが居城に選ぶし、この仙台立山市は生きておる。いつの夜もこうして生きておるのじゃ。我ら大志仙台横手足集団伊達美少隊、共に生まれ仙台宮城。暑いか、暑い、お尻も暑いじゃろう。最後までよう見てくれた、褒めてきた、ありがとう。自己紹介に増えたと思いました。仙台の築城祝いの席で即興で踊られたのに、それが4年を通して変わらず愛されているんです。それは私にとって何よりも誇り、この現実によみがえって本当に良かったと思える日が今日だ。これより祭りはまだまだある。そしてあの祭り、仙台七夕の祭りもやってくれる。そこでもまた夢踊りと起きてくれた阿波踊りの希望の歌というものが、わしは今から楽しみでならない。それを期待して、わしは日々仙台城で皆のおもなしをいたしている。わしらは総勢11名、今日は我が家臣片倉小十郎は江戸での戦に出向かう。あつらが必死に今仙台七夕を全国で世界へと PR して、わしの負けで皆と共に今日の一日を張り切って楽しみたいと思う。最後まで見てくれて誠に大変であった。最後に本日ここに集いし皆の健勝と仙台宮城のますますの発展を記念し、伊達の勝ち時を挙げる。我らの勝ち時は AAO3 度じゃ。それ胸の者、右手を上げ、あ、右手でございますよ。王座してから全員上がっておるか。いやー、もう少しでございます、もう少しでございます。右手に内輪を持ってやつだ、内輪を上げる。右手でございますよ。カメラ持ってる者は左手でございます。よーし、準備を読みな。はっ、いつぞ。それでは見直し、バラ